はりがとうこんにちは。ぜひこです。それでは今回なんですけども、PayPay の不正利用の時は全額保証。PayPay ユーザー以外にお店にも安心保証ということで、今回は PayPay より今後も安心して使えるニュースがありましたので、それについてお伝えしていこうと思います。 ま、早速ですが、こちらお題にあった通り、PayPay ペイペイが不正利用発生時は全額保証ということで、PayPay ペイペイが実施したアンケートで、スマホ決済を使わない理由の一つとして、不正利用の不安があったということだったんですよね。それに対処するために、これまで本人認証サービス、いわゆる 3D セキュアなどの対策をしてきたんですが、まあ、不正利用の保証については、利用規約含めて明確にはしてなかったんですよ。それがなんと今回、例えば第三者からの不正行為で被害にあっても全額保証すると いう風に利用規約を更新して明確にしたということになりますまあ、これは普通に嬉しいですよねやっぱりここが曖昧な状況だと使うユーザーからしてもぶっちゃけ不安しかないのでここまで明確にしてくれるっていうのは普通に安心しますそして今回はユーザーと加盟店それぞれに保証がありまして まずこのユーザー側、いわゆる僕たちのような一消費者ですね。その対応として、そのままちょっと PayPay の公式ページを読むと、PayPay をご利用の全ユーザーを対象に、 決済、チャージ、送金などの PayPay が提供するサービスにおいて、万が一アカウントや銀行口座情報及びクレジットカード情報が第三者に投与されて、不正利用されるなどによる被害に遭われた場合、原則 PayPay が被害額の全額を保証します。また、 PayPay をご利用でない方、かっこ a y p a y アカウントをお持ちでない方が不正利用などによって PayPay を利用した被害に遭われた場合にも、原則 PayPay が 被害額額の全額を保証しますとということでしたまさかの PayPay ペイペイを使ってない人でも対応してくれるということですね。まあなのでちょっとこれ僕の予測なんですけども、やっぱり最近多発してるフィッシング関連などの対応とかにちょっと近いかもしれないですよね。そして加盟店側の加盟店に対する入金保証について、これもそのまま読むとペ、PayPay イペイを導入している全加盟店を対象にペ、PayPay イペイでの決済において、 悪意あるものによる不正取引が行われた場合でも、原則加盟店に取引金額の全額を入金します。 また、不正利用による被害に遭われた方などへの保証が発生した場合は、PayPay ペイペイが負担し、加盟店に負担を求めることはありませんということでした。なので、まあ、お店側としても PayPay ペイペイが安心して使えるということになりますね。そしてこちらは PayPay ペイペイが発表した不正利用の時の保証内容ですね。まあご覧の通り8月27日までは、丸と三角が入り混じってるんですけども、8月の28日本日,本日以降は全部が丸ということになっていますね。 まあそんなこんなで今回は PayPay の不正利用の時は全額保証ということでお伝えをさせていただきましたやはりスマホ決済でもかなりのシェアを誇る PayPay なのでちょっとしたユーザーからの懸念点をそのままにせずちょっとでも払拭してくれる姿勢っていうのは僕的にはもう PayPay に対してめちゃくちゃ好感を持ちますねまたキャッシュレスに関するセキュリティや保証などに関する情報があればまた動画にしていこうと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました